皆さんこんにちは。レックスファームの秋山です。お盆明け8月17日今日の岩手の生活市場の動きとなります。お盆明けということで、先週は涼しいお盆ということで、未だかつてないですね、暑くない、そんな状況だったんですけれど、野菜の方はどうだったんでしょう。それでは今日も盛岡市中央卸売市場の相対のデータの方から野菜の値動きの方をお伝えします。それではまず大根、6808.4kg 185円から108円、カブ1273kg 281円から166円、人参216円から86円、ごぼう 1608.2kg 292円から216円、白菜 8967kg 140円から91円、京菜357.5kg 486円から216円、小松菜 139.6kg 405円から378円、キャベツ 63310kg 97円から54円、ほうれん草 2339.31kg 1026円から858円、ネギ 1810kg 720円から292円、春菊 87kg 1361円から1080円、ニラ 668kg 1080円から864円、アスパラガス 523.05kg 1404円から432円、ブロッコリー 1980kg 778円から459円、レタス39370kg 285円から159円、きゅうり16038kg 346円から108円、かぼちゃ 4955kg 238円から108円、なす 4904.98kg 432円から324円、トマト 8311.1kg 432円から216円、ミニトマト 3427.4kg 396円から216円、ピーマン 3140kg 259円から130円、甘蔗 3140kg 259円から130円、里芋 506kg 648円から378円、長芋 3000kg 216円から162円、玉ねぎ 1680kg 92円から54円、生しいたけ 124.8kg 648円から420円、松茸 2kg 8100円から6480円、えのきだけ 90kg 378円から243円、しめじ749.4kg 180円から120円、レモン 156kg 432円、バレンシアオレンジ 219kg 410円から266円、香水 5050kg 648円から518円、桃 545.9kg 648円から302円、スモモ 64kg 648円、キャンベルス 990kg 648円から432円、アールスメロン 755kg 540円から324円、スイカ 247kg 125円、バナナ 11641kg 274円から162円、キウイフルーツ912.4kg 720円から594円。それでは、続きまして、恒例の先週の値動きから、いくつか、かいつまんでご説明するトピックスのコーナーになります。先週ですね、まずはこちら、ほうれん草になります。値が上がったものとしてるんですけれども、取扱量がまあ徐々に減ってきてるんですが、中値の方は徐々に上がってきていて、週の後半で2000円を超えてました。
ですね、本日の値動きでいきますと、中値は、ほうれん草は953円でしたので、またまあ大きく下がっているということになります。それから、もう一つですね、上がっているものとして、こちらミニトマト、ミニトマトもですね、先週の始まりは、300円台だったんですけれども、後半が700円台ぐらいまで上がってきていたものになります。一方あの青い折れ線の方の取引量の方が徐々に減っているように見えているんですが、今日の値動きでいきますとミニトマトは、中値が252円ですから、またこれ、大きくですねあのお値段の方は下がっているということになります。それから、あと2つほど今度は、先週の値動きとして、値段のですね下がっているものなんですが、一つは、アールスメロンですね。こちら、アールスメロンの方は、週の一番終わり週末のところで、250円台ぐらいまで中値が下がっていました。先ほどの本日の中値でいきますと400円ということなので、先週ほどじゃないにしても、まあ、低い金額というところになっています。でそれともう1点こちらになりますね、スイカです。スイカの方は、徐々に今下がっているような動きになっていたんですけれども、最終的にですね先週末で、100円を切るぐらいまで、になってたんです。で、今日で、中値は、今日125円ですね。なので少し持ち直した形ですかね。そういったところの動きになっていました。天候は不順ではあるものの野菜の方は、まあ、大きく、崩れているような動きは見られなかったというところになります。それではまた来週。ここまでご覧いただきありがとうございました。